皆さんこんにちは。こんにちは。レッドウィングジャパンマーケティングマネージャーの阿部です。代表の小林由紀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、由紀さん。はい。今日はやっとこの YouTube で、はい、話せるお知らせの会になるんですけども、はい、いいですか、お知らせさせていただいて。はい、お願いします。はい。今月の4月の、23日ですね。東海エリア初の、はいはい、直営店がオープンすることに、なりました。はい、多分名古屋にお住まいの方だったら、うん、もう中日ビル、そうですよね、栄の中日ビルってすごくね、はい、アイコニックな建物が新しくグランドオープンっていう、うん、なんかすごい多分それ自体も結構スペシャルですよね。そうですね、はいはい、でその中の1階にレッドウィングが入れる、リニューアルするタイミングで、はいはい、すごく嬉しいです、はいはい、これで直営店、アウトレットの、はい、2店舗も含めると、うん、10店舗目、はい、10店舗目ですよね。わーすごい、はい、じゃ記念すべき10店舗目 の、うん、はい、直営店になるんですよね、はい、でその中日ビルの本当に1階の、うん、お店になるので、はい、ちょっとこう路面というか、はい、中からも外からも入れるお店なんですよね、うん、はい、そうなんですよ、うん、なのですごくこうちょっとこうフラッと立ち寄りやすい、うん、お店になっていると思いますので、なのでその4月の23日ちょっと平日のオープンでは火曜日なんですけども、はい、うんうん、僕たちもちょっとお店でお待ちしてますので、はい、ぜひ来れる方は遊びに来ていただければなというふうに思います、はい、皆様のお越しをお待ちしております、はいはい、まあ、ちょっとさすがにね、こう仕事とかもあると思うんですけど、うんうん、ただ、可能な方は連休を取ってゴールデンウィークとぶつけていただいて、はい、大型連休で、はいはい、遊びに来ていただけたらなと。そうですね、健太さんも、はい、思います。そうです ね、 ね、はい、いますよね。健太さんは多分それなりに長いこと、そうです、ね、いるんじゃないかなと思うので、はい、うんうん、はい、でこのタイミングでですね、はい、実は先にもう名古屋のお知らせもしちゃったんですけど、うんうん、まあ、その間にちょっと視線がここに行っていた方も多かったと思うんですけども、はい、メンズモデル、メンズモデル、それぞれ名古屋、オープンのタイミングで、ローンチする商材がございます、はいはい、そこでちょっとご紹介させていただいてもよろしいでしょうか、はい、今日もゆきさんも、はい、履いてくださってますけど、そうなんですよ、なんかパッと見もしかしたら、はい、クララなんじゃないかなって、はい、もしかしたら動画の方で見えたかもしれないんですけど、この特徴のある、はい、ヒールがあって、はい、っていうところだと思うんですけど、はい、実はこれがアイリーンって言って、はい、まさにこの名古屋が、はい、オープンするタイミングで発売が、はいはい、される新しいモデルになります。アイリーンはこのハーネス、はい、これはハーネスです、はいはい、あとは黒ですね、はい、ブラックバウンダリーと2色展開、はい、黒のモックとかを使っているカバーですね、はい、うん、はい、の2色どうですか、履き心地。これもう本当にクララと同じ履き心地です。なるほど、じゃこれからユキさん、はい、着用頻度絶対上がるでしょうね、はい、そう。でもなんかやっぱりちょっと見た感じのシルエットがクララとは違う、ね、はい、アイアンレンジャーの DNA を、はい、受け継いでるレディースの品番で、モックの DNA の方がクララですね、はい、そうです、はい、でこれはキャップドトゥーなんですけど、はい、やっぱりそのレディースのこの形でのキャップドトゥーってね、メンズのアイアンレンジャーとはまた全然違う、うん、そうですね、なんかすごくクラシックでエレガントななんかデザインなんですけど、そうワーク感がそう出てて、すごい何とも言えない、レッドウィングにしか出せない、うん、そうですね、なんかレディースのデザインだなって思います。遠目から見ると、はい、普通にクララ入ってるのかなと思ったんですけど、はい、ちょっと下ちょっと見た時に、はい、ちょっとドキッとします。あ、アイリーン、はい、なんかこのトゥルンってこれは間違いなく着用品が上がりそうな、はい、すごく、はい、感じですよね。なのでクララがもう好きでお持ちの方だったら、うん、もう絶対なんかお好きだと思いますし、でスピードフックなんですもんね。そうなんですよ、はい、ここも、ね、アイアンレンジャー の、はい、仕様を引き継いでいて、うん、なので脱ぎ履きがクララと比べるとすごく楽です、はい、早い、うんうん、そこは女性にとってもすごく大きいポイントじゃないですか。そうですね、いやこれはすごくですよね、はい、それもあって
いいのかもしれないですね、はい、あのぜひあの気になる方は名古屋で、はい、ちょっとこう、はい、実物見てもらった方が絶対いいですよね。いや本当に素敵だと思います、はい、なのでぜひ、はい、あのそのタイミングで見に来ていただければなと思います、はいはい、で続いていいですか、メンズ。これすごいですよね。いやすごいですよ、はいはい、実はあのアイアンレンジャーで、うん、ちょっと日本ではその8084、はい、あのブラック の、うん、あのモデルがあの定番としてあるんですけども、はい、今回この名古屋オープンのタイミングで、うん、ちょっと数はそんなに多くないんですけども、はい、ヨーロッパのインスタグラムとかまでフォローしてる方はもしかしたら、はい、いやすごい話題になってましたよね、やっぱり日本の、はい、ユーザーの皆さんの中でも、はい、なのであの気になっていた方もしかしたらいるかもしれないんですけども、はい、ドイツの、うん、ハンブルグ の、うん、あのライダーブルームさんというところで、はい、本当にこう長くレッドウィングを、はい、あの扱ってくださっているところと の、うん、あのコラボレーションしたモデル、だからヨーロッパ企画なんですよね。そうなんですよ、はい、日本では、うん、あの未発売だったんですけども、うんうん、今回ユキさんがあのいろいろと掛け合ってくださりまして、はい、この名古屋オープンのタイミングで、はい、そのおかげもあり、はい、少しですけど、いや本当に限定の、ね、はい、数量で、はい、はい、販売できること形になりましたので、はい、でこちらなんですけども、今このブラックの革紐があのついてるんですけども、はい、純正で虎紐もついてくるので、うんうん、2本付きなんですね、はいはい、ちょっとなんか僕あの昔 の、 あのロガーブーツの雰囲気じゃないですけど、はい、ああいうニュアンスもちょっと感じたんですよね。確かに、はいはい、なので紐を変えるだけでもすごくこうテンションが、うんうん、はい、あの変わってくる感じと、うん、あと去年の新作が出てから僕らずっと言ってるんですけど、はい、地球色ですね。ノーソール、いやこれあのすごいですよね、はい、なかなかヒールだけグリーンの、いや僕もなかなか見ないですね、うん、すごい唯一無二の一足ですね、はい、なのでこのカーキの、はい、この地球色 の、うん、あのソールで大地をこう、あ、はい、はい、まさにありがとうございます。いやいや、はい、その感じはまさにこう体現できる一足になるんじゃないかなと思います。しかも足跡にこのウィングがしっかりといっぱい、はいはい、ついてるタイプになるので、はい、なのでこれはかなりスペシャル、いいですよね、めちゃくちゃ良くないですか、いやですね、はい、なかなかカーキのこのソールのタイプのブーツってそうそうないので、はい、ね、羽がいくつあるのかってぐらい入ってます、はい、なので本当にこう名古屋のオープンを記念するにすごくこうふさわしい、うん、はい、嬉しい、あのものをヨーロッパから取り寄せて、はい、あの取り寄せることができたかなっていうような形になります、はい、なので今回は、名古屋オープンに合わせてレディースの、うん、新商品、はい、アイリーン、はい、メンズもこのタイミングで一つ限定の商品を出せるというところで、はい、うんうん、すごくいいそうです、ね、形でオープンを迎えることができるのかなというふうに思っています、はい、あの男性も女性も、はい、あのたくさんのお客様に来ていただきたいです、はい、あとはですね、あのもう恒例の僕ら もうここ最近でずっとこう、はい、ね、あの出店こうさせていただいているにあたって、うんうん、その時に本当にたくさんのお客様が楽しみにしてくださっている、はい、うん、購入していただいた方に、はい、出せるノベルティ、はいはい、あ、またあのありますガチャガチャですか、しっかりとご用意してます、はい、はいはい、めちゃくちゃ豪華ですね今回も、はいはい、で特に待望のミニチュア、はいはい、さらには今回名古屋限定の、はい、T シャツが表から見るとちょっとあの見たことあるなっていう感じがすると思うんですけども、はい、裏には僕たちの大切なキャンペーン、はい、ハッシュタグマイオンリーレッドウィンです、そして名古屋オープンを記念して名古屋って入ってるバージョンの、うんうんうん、めちゃくちゃいい、T シャツ、はいはい、があったり、あとはあのレザーのこういった小物、はい、カードが入れれるようなタイプですね、うんうん、のキーホルダーであったりとか、あと今折りたたんでるんですけども、あのショッピングバッグ、はい、あの今スーパーのレジ袋とかも有料になってると思うんですけども、うん、ちょっとこうカバンの中とかにしまえて使いやすいこういったトートバッグだったりとか、うん、このあたりをちょっとモベルティで、はい、あのご用意してます。全て非売品でですよ、ね、なので、はい、あの購入いただいた方が、うんうん、どれかが当たるっていうような形の、スペシャルな、まあ、これはもう本当オープンの時だけじゃないですか、こういったことをやってるの。そうですね、はい、なのでぜひこのタイミングで、はい、あの来ていただければ、あのしっかりと何か渡るような形で、うん、あのお待ちしてますので、はい、ぜひあの遊びに来ていただければなと思います。
ということで少し、はい、急ぎ足で今日撮ってるのも、はい、実は理由がありまして、すいません、かなりオープン前ギリギリの撮影で急遽回してるので、すごく僕らも、はい、慌ただしい感じで本日は回してるんですけども、うん、ただしっかり用意できましたね。そうですね、はい、で名古屋にお店を作ってくださいって声を、うん、もう本当以前から、はい、たくさんのお客様に言っていただいて、うん、本当にそれがもう、そうですね、はい、念願の、はいはい、名古屋のお店、そうですね、まあ、あと名古屋はその直営店もあることによって、はい、他にもこう扱ってくださって、はい、取扱店の、はい、お店も含めて、うん、こう名古屋だって東海エリアが、そうですね、こうレッドウィングの盛り上がりが、うん、これからすごくもっともっと盛り上がっていくと、ちょっと僕らも楽しみにしながら、やっぱりお店によって全然なんかこう違いますからね、はい、あとただ直営店の在庫なかったものが、はい、うん、卸先さんはあったりとか、そうそう、はい、いろいろそういったメリットもあるので、一緒にアパレルが見れるとか、そうですね、はいはい、そういったところもいろいろあるので、うん、ぜひなんか一緒に買い回りとかしてもらえたらいいなというふうに思っています、はい、あと最後に一つ、ゆきさん、このオープンのタイミングってアメリカから、そうなんですよ、ですよね、はい、私の上司の上司も来ますし、はいはい、それこそ僕のマーケティング部門の、はいはいはい、なので結構アメリカの本国のメンバーもすごく今回の名古屋のオープンを楽しみに、はい、していまして、そのメンバーもなんと駆けつけてくるっていう、そうなんですよ、予定が今ありまして、僕らはそれにちょっと逆に緊張している部分もあるんですけど、はい、なので本当にこうかなりみんなでそこに向けて、うん、本当お待ちしてるっていうような状態なので、はい、いろいろすごくこうアメリカを感じられる空間になると思うので、ぜひお立ち寄りいただければなというふうに、はい、思っています、はい、では4月の23日名古屋でお待ちしております、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、あと最後に1個こういったお知らせ YouTube でやっておりますので、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録していただいて、はい、またグッドボタン、あとコメントですね、はいはい、そして合わせて LINE の、お友達登録まだの方は LINE の方も合わせてご確認いただければなと思います、はいはい、ではありがとうございました。ありがとうございます。